はい、どうもカリエです。幽閉街ドリード、マトンだったかな、の降臨の、初見挑戦やっていきたいと思います。まあまあ初見挑戦なんで完全に、パターンも何も見ずに行こうかなと思っております。でパーティーは今回、IS コラボで再生したラウラーをリーダーにした機械族パーティーで、今回来てみました。まあラウラが機械族のシフト4ですね。なので機械族には全員、3倍ずつ攻撃力とヒットポイントが振られております。中身が一応エヴァコラボのカオル君と、レプリカナユタでミックアペンドとでフレンドさんには、シャルの再生をできております。まあ機械族エンハンス2倍があるしレートアップもあるからかなり優秀な、ニットになってるのでこういう機械パーティーにはかなりうってつけの、やつですね。で相手今回闇属性の獣みたいなので、まあちょっとまあ光攻撃多めなのかな。カオル君が一応光属性攻撃持ってるんでまあまあなんとか押せるんではないのかなと思っております。行きましょう。先制攻撃ある感じですか。一応パネルは綺麗に整えてきた。あおー、これか、初めて見た。今回新しくギミックが、実装されたんですけども、すごいですね、こういう状態になるんだな。これランダムで今配置された感じか。まあチャレンジダンジョンもやってる方は多分これ見たと思うんですけども、こんな感じになるんですね。なんかチャレンジダンジョンにも同じようなギミックがあるというのは聞いてるんですけど、どうなんですかね。あんのかな。わかんねえ、まだちょっとチャレンジダンの詳しいねなんだパターンとか何も見てないからあれなんだけど、あれかな、新しく実装されたジャンヌとかにも、こういうパネルセット系のスキルが発動できるようなスキルがあるっていうのは聞いてます。じゃあ行きましょうか。とりあえずまあ多分進化前ですよね。ポス特性も特になし、状態変化も特になしでございます。行きましょうか。これだったら闇をここに置いてもいいかな。もう1枚置いたらなんとか発動しそうですね。行きましょう。いやそうだ、一応説明しておくと、レプリカナエタでパッシブスキルが3属性以上同時攻撃にすると、全員の攻撃力 2.0 倍になるので光と闇と、無属性を決めていきたいと思います。いきます。ほっほっほっ、 OK、まあ、完璧だす、完璧な感じですね。あ、意外と通るね。進化前やからこんなもんか。全然余裕な感じですね。さあお顔が出てきました。見られてしまった。そういう感じで言ってくのね。あー、アクティブスキルが封印されてる。しかも8ターン長いな。これだったらもうアクティブスキル使わなくてもいい感じに見えるけど、でもあれですね、これセットされた瞬間にもうミカペンド の無属性パネルが設置成功してるから、あともう光入れて闇だけ成功させればって感じですね。わ、すげえ、なんか簡単になってんだけど。いきます。オーガにセットしたいだけだもんね。ほっ、あー、そんな強くないか。いい感じで通る。いや、やめろや。あ、なにこれ。すげえ優しい。優しいギミックじゃん。なにこれ。じゃあ光と闇を決める感じでいきましょうか。すごい決めさせてくれるんだけど、ありがとう。わかんない、もうこいつが何したいかわかんない。でもちょっと可愛く見えてきたな、そういう意味では。あー、ドロップしなかった。なるほど、面白いギミックだな。まあでもそのパネル入れれる数が制限されるっていう意味では、うん、なんか面白いギミックではあるんだけどな。ちょっともう一パーティーちょっと適当に家具でやってみようかな。はい、ということで次はちょっと闇パーティーで染めてきました。アクセラレーターパーティーで今回侵入してきたんですけども、まあ人間妖精なのでフレンドさんには大いなる絶望を持ってきました。多分まあ結構ガチガチのパーティーなんでいけるとは思うんですけどね。いってみましょうか。まあ、ちょっと様子見ながらちょっと戦おうかなと思ってるんですけど、いいね。これいいな。結構いい、欲しいパネル結構やってくれんね、これね。
ここに3枚入れて、まあでもちょっと様子見ながらなんで一回こういう感じでしょうかな。さあ、あれも10日前そんな体力ねえな。なんぼだこれ、500万ぐらいキャンドル、結構でかい攻撃してるんだちょっとびっくりした今。でセットされたパネルは一旦だけ、効果有効なんですねこれね。ちょっとやばいな、いきなり結構でかい攻撃来たから回復ハンド倒す。火力は結構あるんだな。進化前様子見るって言ったけど全然見れなかったな結局さあ、回復パネルがセットされることは多分ないのかな。とりあえず回復を思いっきりしたいからできない回復は思いっきりできないね。やばい、いや結構火力高えな。アクティブスキル使えないから、あ、結構きそう。さあ、あ、あ、光属性防御されてる。ほいほい、全然いらないパネル全然いらないパネル来た。こう光は打ってもあんま意味ないけど、属性決めないとフローレイディアが決まらないから、回復しつつの、おお、ね、やっぱ光全く効かなくなってな。あー倒す倒した、しかもドロップしねえな。ドロップ率悪いのかな。あー、ちょっとドロップするまでちょっと頑張ろうか。すごい、なんか光がセットされた。なるほど、そういうやつもある。あったでしょ。お、落ちた。よし、はい、ということで落ちましたね、マトンが。ちょっと能力見ていきましょう。結構今回優秀っていうのを聞いたんだけど、獣のみか、うん、味方の獣属ユニットのヒットポイント攻撃力が 2.0 倍。これ進化したらどうなるんでしょうね。一旦の間味方の全員の攻撃力が 0.9 倍下がるのか、ちょっと下がるのね。 90% 下がっちゃうのか。で味方の獣属ユニットの攻撃力が 3.0 倍。え、 3.0 倍多分過去最高の倍率のエンハンスじゃね、これ。これでも味方全員の攻撃力 0.9 倍ってやつは、例えばですけどブラドとかで先に味方全員の攻撃力のエンハンス上げといて、これ使ったら 0.9 倍には多分ならないよね。なるのかな、下がるって別のエンハンスポイントになるのかな。で闇2枚で大ダメージと、闇2枚無意2枚で超特大ダメージ。おー、これちょっとユニット DB でちょっと詳細進化後見てみるか。ブーストつきそうですね。羊、幸福羊マトンですね。ブーストつくな。場のいずれか1箇所にパネルをランダムで2枚セット。パネル自体はランダムなのか、どういう意味だろう無か闇がセットされるってことなのかな。おー、まあでもどこになるかはちょっと分かんない感じか。なるほどね。でリンクパッシブがレベル1までのダメージ系トラップを回避できるか。うん、レベル1のところか。まあまあまあ結構限られてくるけどな、初っ端のダンジョンとかでリンクパッシブ使えるそうな感じですね。エンハンスとかは特に変わらず、リーダースキル変わんな。味方の獣族のヒットポイントが 2.0 倍、攻撃力が 3.0 倍か。おお、で闇2枚でしかも特大か。結構優秀ですね。おお、これまたどっかでね、うまいことパーティー組み込んで、どっかで動画で紹介していけたらなと思います。結構、降臨自体は火力がでかいイメージでしたね。
ヒットポイントはそんなになかったけど、またそれもね、ちょっと簡単攻略とかでうまいこと、無課金でね、攻略できそうなパーティーもし見っけたら、また、動画で紹介したいと思います。じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。とりあえずマトン、うまいことゲットいたしましたね。どこだはい、ということで今回はマトンの降臨の動画でございました。ご視聴ありがとうございました。お疲れさんです。